続いてお迎えしますのは山本瑞希さんです。ご登壇ください。ようこそお越しくださいました。まずはご挨拶をお願いいたします。はい、山本瑞希です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はシンルスラムの究極の一滴から生まれる輝きにちなんだお衣装でご登壇いただきました。はい、今日のポイントはどこでしょうか。ポイントはこの流行りのミニスカートです。すごく短いです短いです。はい、でもとってもお似合いです。ありがとうございます。また髪型も少し、はい、そうなんです。作品に入るので切りました、バッサリ。はい、はい、すごくお似合いですね。こちらもありがとうございます。さあ、そして生まれ変わった輝きにちなみまして、はい、最近あったポジティブな変化ぜひ教えてください。いや、もうまさしく髪を切ったことかなと思いまして、はい、ちょっと久しぶりにがっつりと作品に参加させていただくので思い切って切りました。気持ちはだいぶ変わりましたか。そうですね、でも数年前もちょっと短い時期があったので懐かしいなという気持ちです。そうなんですね。はい、ではそんな山本さんがさらに輝き続けるためにチャレンジしてみたいこと何かありますか。チャレンジしてみたいこと、そうですね、子供が少し大きくなってきたので、私もともと旅がすごく好きで、いろんなところに旅をしてみたいな、子供と一緒にと思ってます。いいですね。はい、一緒の旅というのは、はい、またこういろいろな、ね、お子さんと行くからこその場所ってありますもんね。そうですね、その一人で旅するのも楽しかったんですけど、子供と一緒に旅したらもっと楽しいかなと思って楽しみです。ありがとうございます。はい、それではこのままフォトセッションへと移っていきたいと思います。マイクをお預かりいたします。はい、シンルセラムをお持ちいただきます。ではまずオフィシャルのスチールとなりますので、こちらに目線お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、では向かって右手です。お時間ありますので数名でお願いいたします。はい、お願いします。よろしいでしょうか。では向かって左手です。はい、では始まりいきましょう。はい、それでは続いてムービーさんです。センターにいただきます。ありがとうございます。手を振ってくださってます。はい、ムービー OK です。はい、それでは終了いたします。山本瑞希さん、ありがとうございました。ご登壇ください。拍手でお送りください。